アンリ・バンデ、ベルデアンリ・バンデ・ベルデは19世紀末から20世紀初めに活躍したベルギーの建築家アール・ヌーボーからモダンデザインへの展開を促した人物バンド・ベルドやファンデ・フェルデとも表記されるベルギーのアントウェルペン生まれ父はパリコミューンに参加した革命家であり死刑判決を受けベルギーに亡命していたバンデ・ベルデは画家を目指して パリに渡り、印象派の絵画から影響を受けた。ベルギーに帰国し、1887年に、友人らとアール・アンデ・パンダンというサークルを結成した。1894年頃から、住宅設計を始め、1895年に、パリで、サミュエル・ビングのギャラリー・メゾン・デ・エル・アート・ヌーボーのインテリアを担当した。その後ベルリンに渡り、さらに、ザックセン大公。 ビルヘルム・エルンストに招かれ、1902年ヴイマルに、工芸ゼミナールを設立、1906年、工芸学校に発展し、校舎の設計も行った。また、ドイツ工作連盟に参加し、中心メンバーとして活躍したが、第一回ドイツ工作連盟計運転をきっかけに、製品の企画化を推進するヘルマン・ムテジウスに、反発し、作家の芸術性、個性を主張して、 論争を行った。第一次世界大戦のため、工芸学校の後継者をバルタグロピウスに託し、ドイツを去った。工芸学校は後のバウハウスの元になった。スイスではロマン・ロランと交友したり、ミューラー家の依頼で美術館を設計した。ありがとうございます。